はい、こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシス合同会社の代表をやっている多田翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話なんですけれども、戦略についてです。戦略で私が大切にしたいと思っていること、考え方をちょっとまとめて話をできればなと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日は戦略についてです。戦略とはそもそも何かから始めて、戦略で私が大切にしたいと思っている、見方とか考え方を一緒に考えていければなと思っています。でそもそも戦略とは何でしょうか。私の一言の定義があって、戦略とは目的を達成するためにやることとやらないことの決め事です。もう一度繰り返すと、戦略とは目的達成のためのやることやらないことの決め事になります。で、戦略の肝でまず挙げたいと思っているのが、今のやることとやらないことの決め事と言ったんですけれども、後者ですね。やらないことをいかに決めているか、やらないことがあるかに戦略の肝はあると思っています。戦略を作るというのは、やらないことを決めるためにあると言ってもいいかなというぐらい、やらないことって大事かなと思っています。じゃあ、そもそもですけれども、今の、目的達成のためのやることやらないことからつなげて、なぜ戦略は必要なのでしょうか。戦略がないとどうなってしまうかという問いにも言い換えられます。で、戦略が必要な理由は一言で言うと、自分たちのリソースが限られているからです。自分たちと言っているのは組織であれば、組織が抱えているリソース、人や物、あるいは予算ですね。で、これは個人でも同じで、個人でも戦略的な要素というのは必要だと私は考えるんですけれども、個人でも、リスナーのあなたでも、例えば持っていらっしゃる時間とか使えるお金、あるいは肉体的なエネルギーだとか、精神的なエネルギーもそうですかね。こうしたものは有限なんですよね。で、リソースは貴重で、有限だからこそ、しっかりとやることとやらないこと、特に後者のやらないことを決めて、やらないことがあるからこそ、残ったやることにリソースを配分できる。これが戦略が必要な理由で、それはリソースが限られているからです。で、リソースは限りがあるので、そのリソースをどこに、いつ、どのように配分するのかという指針が必要になる。これが戦略の役割になります。で、以上の話から、じゃあ、もう少し話を広げてですね、戦略ってどういう条件が揃っていると良い戦略になるのかという、良い戦略の条件についても見ていきたいなと思っています。で、良い戦略の条件とは、じゃあ何でしょうか。私は整理すると、今書き上げてみると5つになったんですね。で、順番にまず5つ言いますね。良い戦略の条件です。1つ目は目的が明確であること。2つ目が、絞りと集中。これはやらないことですかね。で、3つ目は実行できる。4つ目、具体性と一貫性がある。そして最後、5つ目がシンプルです。では今の5つについてもう少し順番に詳しく見ていきましょう。はい。一つ目の良い戦略の条件とは、目的が明確であるです。で、はじめにですね、戦略とは何かという問いかけに対して、私の一言の定義をご紹介しました。それは目的を達成するためにやること、やらないことの決め事です。で、最初に目的を達成するためにと言ったように、戦略の上、上位には必ず目的があるんですよね。で、目的がなかったり、あるいは、目的が設定されていたとしても、中身が曖昧だとすると、そもそもなんですけれども、戦略を立てることはできないんです。で、無理やり作ったとしても、目的がなければ、明確でなければ、良い戦略にはならない。これが一つ目の条件ですね。目的の明確化。二つ目です。絞りと集中。これが良い戦略の条件、二つ目だと考えます。で、この絞りと集中というのは、戦略の肝が、やらないことにあるといったことからつながるんですね。何を捨てているかです。絞りと集中の絞りのところで、しっかりと何をやらないかという、やらないことが明確になっていること。そこで絞っているからこそ、だからこそ集中することができるんです。はい。では、三つ目の条件を見ていきましょう。良い戦略の条件の三つ目というのは、実行できるですね。これは、当たり前のように聞かれるかもしれないんですが、私は重要だと考えるんですね。
というのは、戦略というのは、その立てた時点、作った時点ではあくまで仮説なんです。仮説という意味は、その時点で最も確からしい、そのリソース配分の最適解、やることとやらないことの組み合わせだと考えます。で、仮説ということは、あくまで仮の答えで、ともすると、思い込みと紙一重なんですよね。じゃあ仮説がどうやったら本当の実際の答えになるかというと、それは検証する。つまりは、実行して初めて意味があるんです。で、これは戦略でも全く同じで、戦略は実行されて初めて価値があるんです。で、これを逆に捉えると、実行できない戦略というのは絵に描いた餅ですし、その戦略を作った時間も考えると、実行されない、できない戦略というのは、その時間を無駄に使ってしまったという意味で、損失ですらあるんですよね。したがって、戦略と実行はセットで考えて、戦略というのは実行されて初めて価値を生む。こうした考え方が重要で、これが、良い戦略の条件3つ目です。はい。では後半に入っていきましょう。良い戦略の条件4つ目です。具体性と一貫性を私は挙げました。で、この具体性と一貫性もかな。3つ目の実行できるからつながってます。で、戦略が実行されるためには、その実行する人たち、組織であれば現場メンバーになっていくんですけれども、彼ら彼女らにしっかりと理解され、そして浸透していないといけないんですよね。で、現場が、そのメンバーが理解できるように、その戦略の中身が具体的になっていることというのが実行へのポイントになります。というのは、抽象的な戦略で終わっていると、実行するそのメンバーに、理解への解釈に幅が出てしまうんですよね。で、理解に差がある状況では、一丸となった戦略実行ができないんです。結果、じゃあそれでどうなるかというと、リソース投下が十分にされずに、中途半端な実行になってしまうんです。で、一貫性も大事で、一貫性というのは目的から戦略になっていて、戦略から実行プラン、この目的戦略実行プラン、これにおいて、ちぐはぐではなくて、一貫性があること。以上の具体性と一貫性というのが、良い戦略の条件だと思った4つ目です。はい、良い戦略の条件、最後ですね。5つ目、シンプルであることです。で、良い戦略というのは、本当にシンプルなんですよね。ここで言っているシンプルというのは、一言で他者に説明ができることです。で、戦略を作った人、おそらく、その人が最も戦略に詳しいはずなんですが、その作った人でさえ何回も説明しないと、他人に分かってもらえないというのは、戦略としては筋は悪いと考えます。で、そうなると、じゃあ、弊害としては、実行するメンバーも理解しきれないんですよね。こうシンプルに語れて、自分たちの言葉でですね、語れて、そこにはストーリーがあること。で、さらに、言っていくと、そのシンプルであるがゆえのストーリーに、すごくワクワクできるかどうか、これも大事かなと思っています。こうしたシンプルだからこそ、具体的で一貫性があって、かつ実行ができる。それはなぜかというと、絞りと集中がされていて、目的が明確である。以上のような、5つの良い戦略の条件を下からつなげていったんですけれども、5つ自体も連動していると考えます。はい。以上の、良い戦略の条件ですね。もう一度言っておくと、目的が明確である。絞りと集中、捨てることが明確であることですね。これが2つ目。3つ目が実行できる。4つ目が具体性と一貫性。5つ目がシンプル。以上の、5つですかね。満たしていると、良い戦略になっているかなというふうに考えます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひぜひ聞いてみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。